まあ、ちょっと皆さんにご報告がございまして、私、この度ですね、7月の11日ジョイックスオープンという1日競技の試合がございます。まあ間違いだとは自分でも思っているのですが、元賞金王の小田孔明さんの紹介でですね、推薦するから言う出ちゃいないよと出場することになりました。正直私はツアーの選手でもないですし、ただの一ゴルフを教える先生なので、まあ間違いだとはちょっと思ってはいるのですが、まあせっかくいただいたチャンスなので楽しんでいきたいなと思っておりますので、ぜひ機会がありましたら、まあうちの YouTube の方でも放送、させていただくと思いますので、見ていただければなと思います。ちょっと皆さんがね、満足するようなプレーできるかどうかはちょっと分かりませんけれども、私なりに精一杯空き時間でね、練習などをして、なんとか試合に向けて調整して頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。